この動画をご覧になってくださっている皆様、私はホルンを演奏しています日高武史と申します。はい、今日はですね、今からフランツ・シュトラウス作曲のノクターンという曲を演奏いたします。この曲はもともとフランツ・シュトラウスさんが、ピアノとホルンのために作曲した曲なんですが、今回は、日本でおそらく初めてになる、弦楽合奏版というのを演奏してみたいと思います。このフランツ・シュトラウスさんという方はですね、リヒャルト・シュトラウスさんのお父さんにあたりまして、やはり同じく、ミュンヘンの国立歌劇場のソロホルンを務めてくださった方です。すごく影響のある方なんですが、彼が家で演奏をこう練習していたワーグナーとかいろんなものを練習をしていたのをリヒャルト・シュトラウスはちっちゃい頃よく聞いて育ったと言われています。それではですね、早速演奏してみたいと思います。どうぞお楽しみください。フランツ・シュトラウス作曲ノクターンです。